アクアワールド、大洗、アクアワールド、大洗、アクアワールド、大洗は、茨城県東茨城郡大洗町にある水族館。太平洋に面した日本でもトップクラスの大型水族館である。約165億円、内建設費150億円をかけ、従来の大洗水族館から大規模なリニューアルを行い、博物館や、 科学館的な展示手法を取り入れた海の総合ミュージアムとして2002年3月にオープンした。事業署名は、アクアワールド、茨城県大洗水族館、公益財団法人茨城文化振興財団が、経営。隣接するひたち中市の国営ひたち海浜公園と、共に、茨城県を代表する海岸部のレジャースポットである。茨城県随一の観光施設であると同時に、 大洗町そのもののイメージの形成に深く影響を預かる施設でもある。延べ床面積約19800平方メートル、鉄筋コンクリート造り5階建て、一部7階建て、展示水槽水量は約4100トン、総水量約5100トン。65の展示水槽には大洗沖の身近な魚介類から世界中の海や川の生物まで、 約580種6万8000点の生物を展示する。特にシンボルマークであるサメの飼育に力を入れており、種類数は55種、2017年4月現在で、日本一、他に日本一の大きさであるマンボウ専用水槽、270トン、2017年4月、現在個体数8尾、最も多かった時期は13尾や、世界最大級のマンボウ剥製、 全長メートル、世界最大のウバザメ剥製、日本の水族館では、最大規模のキッズコーナーなどがある。テーマ別に次の8ゾーンとマーケットプレイス、フードコートで構成されており、茨城の海と自然、世界の海と地球環境を基本テーマに、地球全体の環境について理解が深まる展示構成となっている。また、 日本で最初にペンギン賞を行った水族館としても知られる。アクアワールドに解消して以降年間入館者数は東日本大震災で休館を余儀なくされた2011年平成23年度を除き毎年100万人を突破している。茨城県では筑波山と並んで小学校の遠足の定番スポットとなっており遠足で訪れた人が親となり 子供を連れて来館することも多いため、大人を意識した展示も取り入れている。アクアワールドでは、遠足需要を重視しており、茨城県や栃木県を中心とした近県の教育委員会へ遠足での利用を呼びかけている。また県外からの来館者やリピーターの多さを特徴とする。これはサメやマンボウといった目玉展示の訴求力が強いことに加え、 マスメディアによる取材の積極的な受け入れやバナー広告などのインターネット広告、鉄道広告による自主的な広報活動の成果である。アクアワールド大洗いは茨城県の条例上、県営都市公園大洗い公園内にある公園施設と位置づけられている。所管部署は茨城県生活環境部生活文化課であり、実際の管理運営は 都市公園法の管理許可により、公益財団法人茨城文化振興財団が行う。茨城文化振興財団は1992年、平成4年に県の出資で設立された団体で、1999年、平成11年により水族館運営を行っている。水族館内の組織は、館長、副館長のもとに総務課、経営企画課、普及課、 魚類展示課、怪獣展示課、施設課、業務課の7課が置かれている。このうち生物を展示し、一般の来館者と触れ合う機会が多いのが、魚類展示課と怪獣展示課である。研究機関としての水族館は、茨城県の沿岸に来遊、または漂着、座礁する生物の調査に力を入れており、特にサメとクラゲは、定点調査を行っている。 ただし特定日及びイベント等で営業時間が変更になる場合がある。また、毎年6月と12月に館内点検等による休館日あり。公共交通で訪れることもできるが、来館者の多くは自家用自動車を利用する。水族館が実施した自動車のナンバープレート調査によると、来館者が多い地域は、茨城県を含む北、関東、関東内陸と、 岩自動車道沿線の埼玉県南東部、千葉県北西部である。入場口、3階から入場してすぐ、岩シや巨大小舞台をはじめ、大洗近海に住む生物などが展示されている。その先に、約1260トンの巨大な出会いの海の大水槽、写真があり、約80種、2万匹近くの海の生物を観察できる。ここで、 アクアウォッチングが行われる。また、総合案内では、水族館探検ツアーを受付しており、バックヤードを見る、約1時間のツアーが楽しめる。深海に生息する魚や様々なクラゲ、深海の生物を、シアターで紹介。洞窟風の通路を進むと、3D 映像で深海の雰囲気を出し、その先には、茨城の郷土料理で知られるアンコウや2009年に、 隣町の鉾田市に流れ着いた、竜宮の使い、クラゲなどの生物が展示されている。沖縄から北海道まで、湿帯域、熱帯域、寒帯域の海の生物を紹介。マンボウや水族館の目玉である、多数のサメ、サンゴやオホーツクの海に出会うことができる。エトピリカやゴマフアザラシ、ラッコなどの北の海で生活している怪獣、海鳥の姿を、 水中の上下から見ることができる。世界最大級のマンボウ博士や実験観察ができるレクチャールーム、日本の水族館としては最大規模の屋内プレイユーグキッズランドがある。またシーズンに合わせてタッチングプールやガラルファのお魚エステ体験など様々なイベントが交互に行われている。なおここにもミュージアムショップがあるがマーケットプレイス内にあるショップとは 品揃えが異なる、取り扱いがないという断り書きも掲示されている。水族館脇に流れる中川の自然を再現しており、水源から上流下流の環境に合わせ豊や、鮭などの生物を観察でき、秋になると、実際に、鮭の産卵が繰り広げられる。800名収容の観覧石があるイルカ、アシカオーシャンライブ、そして、太平洋が見渡せる屋外には、 アシカやペンギンを観察できる。オリジナルグッズや地元水産業者の干物や加工品など様々な土産を購入できる。寿司や海鮮丼など大洗町ならではの本格界の幸から洋食や中華、地元のお弁当、デザートなど豊富なメニューが楽しめる190席のフードコート、屋外デッキもあり、完全に広がる太平洋を一望できる。食事どころは、 この一箇所であるため、昼食時は混雑する。遠足で訪れる団体が持参した弁当を食べる場所は別に設けられている。茨城県庁は、下記の海水を食い弁当であった、大洗のレジャー、観光、多様化、通年化を図るべく、1951年、昭和26年に、大洗県立自然公園を制定し、その中に建設したレジャー施設が、 県立大洗水族館、1952年、昭和27年、6月開業と大洗ゴルフクラブ、1953年、昭和28年、開業であった。県立大洗水族館は、原稿館よりも数百メートル南に建設され、竜宮城をモチーフとした門と、池すのようなプールを特徴としていた。面積は50坪。 165.3メートルほどと狭かったが、水族館そのものが、まだ珍しかった当時としては、画期的な施設であった。当時は、茨城県沿岸に生息するヒラメやウミガメなど50種を飼育、展示していい。開業当時の水族館の入館者数は、年間20万人以上おり、海水浴客は250万人ほどであった。九百七十年、昭和十五年九月に、 増床のために閉館するまでに、延べ260万人が訪れた。1970年、昭和45年11月には、現行館と同じ場所に、海の子供の国大洗水族館と、大洗子供の国プールが開館した。この時より、社会福祉法人茨城文化福祉事業団の運営となる。この水族館は、継ぎ目のない40メートルのガラスを使った、 大海洋水槽を世界で初めて導入し、時代の変化に合わせて、施設の増設と展示方法の変更を繰り返した。例えば、1980年、昭和55年7月には、約10億円を投じて、延べ床面積2856メートルの新館を建設した。またペンギンショーやピラニアへの餌やり体験など、 他の水族館に先駆ける取り組みを次々と実行した。サメの飼育を始めたのもこの頃で、茨城沖が暖流と寒流のぶつかる潮目にあたり、暖流系、寒流系のどちらのサメも捕獲できることにちなんだものである。ただし、当時はサメの水槽は小さいものしかなかったため、大型のサメは一般公開せず、バックヤードでの試験飼育にとどまった。 1970年、昭和45年から1980年、昭和55年までの10年間の来館者数は600万人以上で、当時の飼育生物は280種7000尾であった。1999年、平成11年、社会福祉法人茨城文化福祉事業団の文化部門が切り離され、茨城文化振興財団に移ったことにより、同財団の運営になった。 2001年、平成13年5月、老朽化のため一旦閉館となる。海の子供の国大洗水族館を大幅に増床する形で、2002年、平成14年3月21日にアクアワールド、茨城県大洗水族館としてリニューアルをオープンした。リニューアル以降、年間入館者数は、東日本大震災で休館を余儀なくされた2011年。 平成23年度を除き、毎年100万人を突破している。2011年、平成23年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震の際には、施設自体の被害はなく、津波の侵入もなく、駐車場が波しぶきを受けた程度であった。来館者、約250人は、職員の避難誘導により、標高の高い松林に一旦避難し、 揺れが落ち着いたところで全員が、キロに着いた。館内には10日間稼働可能な自家発電機や貯水タンクがあり、餌も3から4日分保管していたため節約しながら、飼育生物に与えたため、生物への被害も最小限に抑えられた。しかしながら3月12日から3月31日までは、臨時休館となった。休館明けの4月1日から4月10日までは、 大震災復興支援無料開放期間として入館料を徴収しなかったため118,784人が詰めかけた。4月10日の来館者は16,982人だったのに、対し有料に戻った4月11日には249人に激減した。結局、4月期の入館者数はリニューアル開館した2002年。 平成14年に次ぐ2番の多さを記録したものの、2011年、平成23年度の入館者数は79万9763人と2002年、平成14年の開館以来最低となった。アクアワールド大洗いでは震災を教訓に、毎年3月11日に津波を想定した防災訓練を実施している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。